初代ビアー男爵ビアー、ボークラークは、グレートブリテン王国の貴族、庶民院議員、イギリス海軍の軍人。地中海で、いくつかの軍艦を転々とした後、三島艦ハンプトンコートの艦長になり、1738年に海軍本部委員会入りを果たした。その後、1746年から1749年まで上級海軍教を務めた。 初代戦闘オルバンズ公爵、チャールズ・ボー・クラークとダイアナ・ドビアーの息子として、1699年7月14日に生まれた。1713年頃に、イギリス海軍に入隊、1721年に大尉に昇進した。1722年から1727年まで、地中海で勤務した後、6等艦ライム、5等艦、キンセール、4等艦オックスフォード。 三島間ハンプトンコートといった艦船の艦長を務めた。政界では1726年5月に兄チャールズの後任としてウィンザー選挙区選出の庶民議員になり議会で与党保育党の一員として投票した。1738年に下級海軍教として海軍本部委員会入りを果たしたが、それに伴う補欠選挙では対立候補、 リチャード・オールド・フィールドと同じ得票数になり、庶民院での採決の結果240票対160票で、ビアーの当選が宣告された。1741年イギリス総選挙で、プリマス選挙区に蔵替返して再選したが、翌年に、首相ロバート・オール・ポールが失脚すると、ビアーも海軍本部委員会から解任された。百四十四年にブロード・ボトム内閣が成立して、 ベッドフォード公爵が海軍教に就任すると、ビアーも再び下級海軍教に任命され、1745年に、少将に、1746年に中将に、1748年に大将に昇進した。また、1746年には上級海軍教に任命された。その後、1749年に、初代アンソン男爵、ジョージアンソンが、 グレートブリテン副帝督に任命されると、大将である自身を差し置いて中将であるアンソン男爵が選ばれたことに不満を感じ、海軍教を辞任して軍務から引退した。1750年3月28日、グレートブリテン貴族であるミドルセックスにおけるハンワースのビアー男爵に乗された。1761年から1771年までバークシャー当官を務めた。 1781年10月2日にセントジェームズスクエアで死去、6日に聖ジェームズ教会で埋葬された。息子オーブリーが借位を継承した。ビアー男爵の紋章1736年4月13日、メアリー・チェンバーズと結婚、4男2女を設けた。ありがとうございます。